から1時間は走り続けてるのに。あ、指揮官殿、うわー助かった、島風をどうか助けてくれぜ。はわわわわ、またこの場所、さっきから1時間は走り続けてるのに。指揮官殿、うわー助かった、島風をどうか助けてくれぜ。よくよく考えたら、島風アリスではなく時計ウサギですよね。ここに迷い込んだこと自体おかしいと思いませんか？それにしてもこのセット、とんでもない大きさですな。島風があんなに走り回ったのに出口が一切見つからないなんて、同じ場所をぐるぐる回っていただけですか？わあ、あんな場所にケーキが、えへへへへ。ってダメですよ、指揮官殿、今はここから脱出するのが先ですよ。ここに駿河殿がいたら。あれ、駿河殿ならどうやって脱出するのでしょうか。島風、全く思いつきません。出口はあっちですね。よーし、島風全力で開いた。鏡じゃないですか。耳を傾けて話を聞いてあげれば、きっと誰とでも分かり合えます。島風、ずっとそう信じてきました。島風が正しい行き先を案内しますよ。耳じゃなければ、耳じゃなくても恥ずかしいですよ、もう。場所でも平気ですよね。わわわ、新しい任務のお知らせが来ました。任務完了ですな。ささ、早く報酬に何があるか見てみましょう。そうだ、新しいメールを確認した方がいいですよ。あ、指揮官殿、島風がさっき見つけたすごく美味しい紅茶ですよ。一緒にちょっと休憩しましょう。間違いを正すのでしたら許してあげなくもないですよ。島風は駆逐艦にて最強と信じていますけど、やっぱり本当の最強になるには訓練も出撃も全力で挑まなければなりませんな。せっかちってよく言われますけど、でも関東精神があるのはいいことじゃありませんか。あと余力は残したら後で悔しくなることもあるとは思いませんか。指揮官殿はこれまで何のために戦ってきたのですか。ちょっとだけ気になりまして。あ、でもどんなことだろうと、この島風全力でお手伝いしますよ。今回は前に出すぎないってば。今日の執務が終わったら一緒にどこかに行きませんか。だって仕事中はあまり指揮官殿と二人っきりになる時間はありませんし。ああ、もう指揮官殿との二人だけの時間が欲しいです。いいですか。緊急任務で集合するのではなかったのですか。
断らないのに、どうしてこんなことするんですか。もう委託組が戻ってきました。ここには持ってこられませんよね。もっと早く強くなれますよ。指揮はこの島風がするのですか。大丈夫、任せてください。うっさー、島風の力を侮ってはいけませんよ。反省します。なんと奥義にした方がいいですね。機関部、もう少し待ちこたえて、お願い。よくよく考えたら、島風アリスではなく時計ウサギですよね。ここに迷い込んだこと自体おかしいと思いませんか。おはー、あんな場所にケーキが、ってダメですよ指揮官殿。今はここから脱出するのが先ですよ。ここに駿河殿がいたら。あれ、駿河殿ならどうやって脱出するのでしょうか。島風、全く思いつきません。出口はあっちですね。よーし島風、全力で開いた。鏡じゃないですか。耳を傾けて話を聞いてあげればと誰とでも分かり合えます。島風、ずっとそう信じてきました。島風が正しい行き先を案内しますよ。耳じゃなければ、耳じゃなくても恥ずかしいですよ。もう場所でも平気ですよね。新しい任務のお知らせが来ました。任務完了ですな。ささ、早く報酬に何があるか見てみましょう。そうだ、新しいメールを確認した方がいいですよ。あ、指揮官殿。島風がさっき見つけたすごく美味しい紅茶ですよ。一緒にちょっと休憩しましょう。緊急任務で集合するのではなかったのですか。この指輪は騙された。直接話してくれても断らないのに、どうしてこんなことするんですか。もう委託組が戻ってきました。ここには持ってこられませんよね。
で集合するのではなかったのですか？で、この指輪は、騙された！直接話してくれても断らないのに、どうしてこんなことするんですか？